皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液は必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、雨がねこう続くとですね、足がね痛みますわ。まあ、いつものようにね、帯状疱疹のね左足なんですけどもね、今はまあ帯状疱疹後神経痛となっているんですけどもね、あのね、冷えてます。こう7月やのにね、非常に冷えてますね。もうね、寒いですよ。皆さん寒くないですか？まあね、僕の動画見てくれてる方の中ですごい、あの女性の比率がすごい多いんですよ。だから女性って冷え性っていうイメージがすごいあるんでね、あの皆さんもきっとね、僕と同じようにこの雨が続くとね、寒い寒いってね、こう家の中とか、まあ、街出ても長袖着たりしてると思うんですけども、また寒いと思うんですよね。こうね、なんか足が痛いし寒いしっていうのがあって、まあ、7月になってんのにね、そのなんかね、この冬場を思い出す感じなんですよね。まあ、冬場もね、よくこの左足にね、痛みがね、しびれて出てきたんですよ。あれは痛かったなぁ。もうね、ずっと見てくれてる方やったらね、ご存知だと思うんですけどね、すごいね、あの僕が足が、冬になったら足が痛いよっていう風なね、ことをね、ずっと喋ってたと思うんです。まあ、今もそのね、左足は痛いんですけども、まあ、その頃よりは、まあ、今よりもまあ痛かったんですよ。実はね、まあ、今の瞬間っていうのは、あのほんまに今、その頃に比べたらマシなんです。で、まあ、その時っていうのはね、その寝てる時も、ね、夜寝てる時にね、その冷えてきて、その影響でね、急にこの痛みがね、出てきてね、起きるんですよ。もう夜中3時、4時とかでもね、起きてしまうんです。そしてその後にね、必ずね、つるんですよ。こう、あの、ふくらはぎじゃなくてね、まあ、今と同じ、その足首とね、その下なんですけどもね、そのね、時のね、足の指がね、こう、ピキーンってこうね、つった時はね、もうね、たまりませんね。もうね、その時にはね、もう起きてね、その もがき苦しんでですよ。でもその、もがき苦しみながら、その暴れたらね、子供が起きるから、一緒に寝てる子供が起きるからね、静かに布団からこうね、出てね、そーっとそーっと這うように出てね、抜け出して、ここのこのフローリングでね、声を殺してね、転げ回ってるんですわ。痛い。ってこう転げ回ってるんですよ、ほんまに。ほんでまた冬やからね、そのフローリングが冷たくてね、このフローリングがね、すごい冷たいんですよ。だからね、その足がね、そのなんていうんですか、冷えて痛くてね、こうつって大変な状況やのにもかかわらずですよ、さらにそのこの冷たいフローリングでね、この転げ回ってるからね、痛い痛いと転げ回ってるからね、もう体全身がね、冷えるでしょう。ほんならもうその後っていうのはね、その足がね、ちょっとね、つってるのがね、ちょっと冷えてきてもね、そのまだ残ってる余韻の痛さとね、寒さでね、しばらくね、寝れないんですよ。とまあね、その冬の話をね、少ししましたけどもね、まあ、そんな足の痛さっていうのはね、今の帯状疱疹後神経痛とはまた別で、まあ、その冬はね、まだそのまあ帯状疱疹が出てなかったんですよ、ほんまにね。だってあれは12月、1月、2月、3月がそのピークだったからね、ほんまにもうどうしようかなと思うぐらいなんです。ほんでね、その帯状疱疹が出る前からこの左足に関してはですね、まあその先ほども言いましたように、その痛みが出たり、しびれが出たり、感覚が麻痺してしまうというね、時にはつるというね、ことがね、まあ様々なね、影響が出てきたね、僕のお悩ましてきたこの左足なんですけどもね、なぜこうね、この左足にこのような影響がね、集中するんだろうかとね、いろいろ考えたんですけども、まあ、思い出した原因というか、まあ、きっかけでしょうね。その過去にね、交通事故でね、左足を骨折したことがありました。まあ、それによってね、それが原因でね、この影響がね、この足に影響が集中してしまうきっかけのような気がしてね、なりません。なのでね、そのきっとね、他の体のこの他のほんまに箇所とね、場所と比べてみてもね、まあ、少し弱ってるというか、まあ、傷んでいるというかね、例えばその他の場所がね、100% 完全体でね、もう、何も健康体であれば、この僕の左足はもう骨折は治ってるけども、まあ、完全体ではない、まあ、99% くらいの状態と予想できてしまうんですよ。まあ、勝手な予想ですけどもね。まあ、でもこういっ
った完全体ではない弱ってる場所がたまたま疲れがね体溜まってたりして何らかの関係で免疫力が低下してしまったことによってこの弱っていた左足がねその帯状疱疹のターゲットになってしまったんでね僕はね睨んでるんです。でもね調べた結果ねそんなことはね全く関係ありませんでした。弱ってた左足がたまたま帯状疱疹になっただけであって、まあ、全体のこの、ね、中でもねその足っていうのはねその帯状疱疹になった全体の人の人数の、まあ、何パーセントか 17% ぐらいだったんですよね。だからすごく少なかったんですよ。一番少なかったんですよ。ちなみにその一番ね帯状疱疹のね発症した箇所がね一番多かった人っていうのはですねその帯状疱疹の中なった人の中で一番その発症した箇所が多かった場所っていうのは胸とお腹やったんです。そしてさらにね今現在分かっているのはですねその体のこの中心から片側しか出ないよという結果が多いんですよ。だから右側に出たら右側にしか出ません、左側やったら左側しか出ません、お腹もそうやし手もそうやしね足もそうらしいです。ほんで次はねそのタイミングなんですけどもね、まあ、僕がなんでこのタイミングでねその発症したんかなって帯状疱疹が発症してしまったんかなってね改めて考えたらですね、まあ先ほども言いましたけれども、その原因の一つとしてはね、免疫力の低下にあります。まあ何と比べてのね、免疫力の低下かわかりませんけども、まあ、僕の免疫力の低下っていうのはですね、まあ、白血病で抗がん剤をしたり、骨髄移植を受けて、入院中も退院してからも今もなおずーっとね、その、免疫抑制剤っていうのを飲んでいますので、まあ、その時期からねその考えたら入院中を言えたらまあかれこれ3年間は免疫力がね絶賛低下中なんですよ。低下中なんかな低迷中なんかな、そのまあ低い位置でこう迷ってる状態でなかなかこう穏やかにしか上がっていってませんよっていう感じなんで、まあ早くねこの突き抜けてね免疫力がね上がってくれたらいいんですけどもね。でもそのねさっき出てきたその入院中っていうことに関してはですね、その入院中はねその帯状疱疹ウイルスが出てくるのをねこう抑える点滴とか薬でねこう病院側からしっかりね管理してもらってるのでね、その問題はなかったんですよ。帯状疱疹が発症するリスクはあったんですけども発症することはなかったんですよ。なのでね退院してからはねまあねこの前になってみたいな感じのことがねバッと起こってしまってちょっとビビってたんですけども、でもねそれをさらにこうなってしまった原因って考えるのは何なんかなって言ったら、まあ何回も言いますけどその免疫抑制剤を飲んでるからかなっていうことなんかなと思うんです。でもねこうやってその退院してるじゃないですか、退院して1年半ですけども、まあ、そのね免疫抑制剤をねずっとね同じ量の分量で飲んでるわけじゃなくてですね、まあ、少しずつなんですけどもそのなんていうんですか分量、免疫抑制剤の濃度パワーですね、パワーをこう徐々に下げていって、飲む分量を下げていってですね、こう自分の体の免疫力をねこう上げていってるんで、本来ならばその免疫力っていうのは上がってきてるはずなんですよ。ね、穏やかになんですけど、徐々に上がっていってるはずなんですよ。なのでね、その自分の体の中でね、その免疫力が低下してくることによって、帯状疱疹になってしまったっていうのは、ちょっと考えにくいんですよ。でね、まあ、ここでね、まだね、さらなる問題が、ね、残ってるわけなんですよ。それがね、骨髄移植なんですわ。骨髄移植をして、来月の8月でね、丸2年になるんですけども、まあ、そんな骨髄移植をして1年半から2年になってくると、まあ、なんとね、その帯状疱疹になってしまう、帯状疱疹が発症してくるよっていう人がね、多いんですよ。そして僕はね、その帯状疱疹になったのがこの前のですよ、5月30日ですよ。その時にね、発症したのでね、まあ、ちょうど1年半を超えたくらいなんですよね。まあ、以前のね、動画でもお話ししてますけどもね、まあ、ちょうどね、その帯状疱疹が発症してくるよっていう、その1年半から2年のここの時期に、入ってるよっていうふうなことがね、考えられます。ほんでね、なんでこのね、5月30日やったんかなと思ってね、なんかもうそれやったら2年経ってから気持ちよくなってくれよとかね、今このなんかコロナの時期でね、その怖い時期で、なんで俺はこのなんかね、合わせてなんかね、はい、帯状疱疹になってしまってんで、もっとなんかあの収束していってからなったらよかったのに、それやったらまだ安心して病院にも行けたのにとかね思うわけなんですけども、まあなんでまたこう比較的ね、そのまだこのまたこのあったかくなってきつつあるこの時期になってしまうんだろうか、もうひょっとしたらこの時期に発症してしまう時期なんかなってね、よく
思うんですけども、でもよくあるじゃないですか、このインフルエンザがね、その冬の乾燥しだした時期からね、多くなってくるように生えてくるようにね、まあ、そんな感じでその帯状疱疹にもそんな時期があるんかなって思ったんですけども、これまたね調べた結果なんですけどもね、帯状疱疹がね発症するのにね、季節やね気候はね全く関係ないようです。そしてさらになんですけどもね、帯状疱疹はね一般的にはね再発しないと言われてますけどもね、その帯状疱疹患者さんの中にはね再発した患者さんもねおられます。そしてね再発した場合にはですね、その症状がね出る場所がねまた同じ場所に出るかとね思ったらね、実はそうではなくてですね、全く違う場所にね出ることもあります。まあこれらのことを考えるとですね、まあ僕もねもう一度なる可能性もありますのでね、まあ、今回は足やったんですけど、次は違う場所にできる可能性もあります。でもね、まあ今回ねこの足になってしまったんですけどもね、まあ足になってしまったらねめっちゃ不便でしたよ。だってまともに歩かれへんかったんですよ。今でこそ普通にね、まあ普通というか、まあ普通じゃないですけども、まあ違和感はねめっちゃありますけども、まあ、それなりに歩けるようにはなりましたけどもね、その帯状疱疹発症初期っていうのはねほんまに痛すぎてね、まあ、歩けたもんじゃなかったので、もう次になるんやったら、まあ、できればね一番多いね胸やねお腹がいいですけどね。まあね、こんな言い方をしたらね胸お腹になった人たちに対してちょっと申し訳ないんですけどもね、すいませんでした。でも僕的にはほんまに足に出て、足に発症してしまって、その歩けなかった、そのね行動するのに動くのにねすごいね不便やったから、嫌やったなって思っただけであって、ほんまにその悪いようには思わないでくださいね皆さんね。でもほんま足も嫌でしたけどもね、その手も嫌ですよね。こう手になったらね何もできませんからね。でもまあね、ほんまのこと言うたらならんことがね一番なんですけどもね。まあね、ならんことがほんまにいいんですけどもね、またこのね、また何ヶ月後や、今7月やろ、8、9、10、11、12、5ヶ月か、あと半年後ぐらいですね、またこの冬が来るとね、足が痛くなると思うとね、この呪いから俺は抜け出されへんのかってね、考えてしまいますね。まあ、あと半年後やからね、いつの話してんねんって感じなんですけどもね、まあでもこの足の痛さっていうのはね、まあこの動画の最初でも言ってますけど、途中でも言ってますけども、その帯状疱疹後神経痛の痛さとは全く別物の痛さやしね、まあ、同時にね発症してないので、まあ、どの程度の衝撃をねひょっとしたらね、これ今後その半年後までその帯状疱疹後神経痛が、続いてね、その冬の呪いがやってくるかと考えたらね、まあ、予想できないんですよ。同時にまだなってないんでね。ただまあその本格的に寒くなってくるのはほんまにまだまだその半年後、まだまだ先の話なんでね、えねえというかまあ本格的に夏にもなって、今ね夏にもなってないので、今から寒くなったことを考えてもしゃあないんですけども、まあね、僕は今現在ここね最近はほんまにね寒いんで、だから今もほんまに今すぐにでもじゃないけど、まあね今晩も寒くてね夜ね寝てたらね、だからまた足がつるんじゃなかろうかとね、怖いこととかね、そんなよからぬことをね考えてしまいます。さすがに寒いとはいえね、その裏着物の服やね、ダウンは着ませんけどもね、でも夜この寝るときはね、寝起きとかっていうのはね、こう一枚上に羽織りたくなるようなね、瞬間がちょっとあるんですよ。ほんまに辛いですわ。とまあね、なんか今日はね、季節外れのお話になってしまいましたけども、やはり白血病になってね、抗がん剤をしてですよ、治らんから言うて、その骨髄移植をしてね、各臓器障害が出るという、その慢性 GVHD というのに悩まされてですね、落ち着いてきたと思ったら、その虫歯が悪化足でね、その最中にですね帯状疱疹になってきたという、さまざまなことが降りかかってきたという感じになって、結果季節感も感じられへんほどわけわからん体になってきてしまっているというお話でございました。まあ、それぞれの症状はね現在進行形なんですけどもね、まあ、この先ねどうなるか分かりませんけどもね、まあね、例えば新しいのが来てもですね、とりあえずそれなりにね対応して、まあね、僕も大人なんで大人の対応もしてですね、どないかなってますので、またこうやってね喋らせてもらいます。今日も以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。